随みの牧場の入り口水保牧場は台湾カレン県水保里に位置する牛乳メーカーの観光牧場である。水保牧場のある土地は1969年当初パパイヤ畑であった。1985年の台風でパパイヤが全滅し牧場主は経営方針を封鎖にあっても損失の少ない地中の放牧に転じた。 これで、水保牧場が成立し、乳製品の生産を始めた。1998年から、牛乳の販売を、統一企業に委託し、牛乳ブランド、統一水保潜入となって、台湾全土に普及する。その後、政府の農業観光の推進により、訪問者が増加したため、多元的な観光牧場の展開に向かっていく。入場料は無料。牧場内は、 木製のピクニックテーブルセット、展望台、お手洗い、散策歩道、自転車道、記念品販売センター、駐車場などの施設が整備されている。水穂牧場は、舞鶴大地の下方にある紅葉系と収集止め、乱系の合流点にある。ここも、中央山脈、海岸山脈、花東立谷の間の土地で、面積は40港である。中央山脈に発する、 清らかな水で良質な牧草が育まれている。ホルスタインは汚染されていない空気、水、牧草で飼育されている。ホルスタインの放牧の他に、ダチョウの寒暖エリアも整備されている。ホルスタイン、ダチョウに牧草を与える体験が有料で可能。また、条件の良い,い生態環境では、小サギ、インドハッカ、爪長ナガキレイなどの野鳥も見られる。 毎日20トンほどの牛乳を生産している。また、様々な乳製品の生産及び販売も行っている。大鉄大東線水保駅から車で10分ほどで着く。台湾吉行派の東立谷線という観光バスの利用もできる。また、車へは第9線の南向きに沿って進み、水保号マイズル団の前で大きい急須のランドマークを見たら、即に右に曲がり、 水ほ牧場と書いてある道路標識を見ると到着になる。ありがとうございます。